和紙が、竹は、岐阜県郡上市と高山市にまたがる飛騨高地の標高1671メートルの山。日本三百名山及び岐阜百山の一つに選定されている。別称は、雲が額、雲が峰。第四期前期の120万から107万年前頃に形成された古い火山で、現在は、古生代から新生代の地層を基盤とし、 それを新規安山岩が覆っている。ヒルガの高原の南東に位置する。山頂部は熊笹で覆われている。山岳リゾートとして開発され、西斜面にはスキー場、ゴルフ場があり、ニューパークヒルガのには別荘地があり秘書地となっている。西山腹の和賀が竹スキー場にはボーリングによる和賀が竹温泉の施設がある。3名の由来は1221年7月に、 藤原頼康が直命によってこの近くに住む大和庭を退治して献上したという伝説による。以後この雲が峰川氏が竹賀と呼ばれるようになったとされている。山麓には高須町、隅川、隅、高隅、大和などの和紙を冠する地名が多い。各方面からの登山道がある。残雪期に南側の白尾山から稜線図体に登られることもある。 登山道の周辺には、熊笹が生い茂っていて、拳、ブナなどの紅葉樹林が点在する。山頂からは、白山、大日賀、岳、三朧湖、北アルプス、御嶽山などが眺望できる。私が竹スキー場からのルートは、私が竹スキー場山島三角点、一福平から県相道、足が竹桑が、谷林道からのルート、ガ谷林道一福平から県相道、足が、 竹一式国際スキー場からのルート、一式国際スキー場林道北東尾根からわしが、竹竹石キャンプ場からの、ルート立借キャンプ場北尾根からわしが竹南北に、尾根が伸びその東側が、高山市小川町、山頂から西に、尾根が伸びその北側が、郡上市高須町、その南側が、郡上市白鳥町である。明治初年頃までは滋が竹と、江星岳との安部を通り、 高山市松川町を一式とぐ城址明宝関水屋の宮を結ぶ松川道が利用されていた。両白山地の大日が竹の東南東に位置し、尾根の南側には白尾山がある。一家の主な源流の河川は日本海と伊勢湾へ流れる。日本海側の小川と太平洋側の長良川との分水嶺となる山。道の駅大日だけから望む足が竹と、 西斜面にあるスキー場周辺には以下のスキー場がある。岐阜県道316号は有立音地線と岐阜県道321号昼賀の高原線が西山腹を通過していて山彦コロードと呼ばれている。その西山腹を東海北陸自動車道が通り高須インターチェンジが最寄りのインターチェンジである。西山6を通る国道五十六号の道の駅日だけから この山を望むことができる。周辺の山域には林道が敷設されている。ありがとうございます。